ラちゃんは見た。私の名前はツツジ。会社員をしながら一児の母として家事をこなしている。おはよう。あなた、おはよう。じゃあ、行ってくる。え、朝ごはん食べないの？時間ないし、晩飯もいいよ。今日も遅くなるから。うん、わかった。彼は私の夫、赤松。結論から言ってしまえば、私は今浮気されている。そのことについて知ったのは数週間前。最近帰りが遅いので、彼がお風呂に入っている間にスマホをこっそりチェックしたのだ。その結果、メッセージアプリに浮気相手への愛の言葉が書かれているのを発見した。毎日連絡取ってるんだ。私とはあまり会話もしなくなってるのに。その時頭をよぎったのは離婚ではなく、中学生の一人娘ユリの顔だった。ユリは私たちが一緒の方が幸せだよね。せめてあの子がもう少し大きくなるまでは耐えなきゃ。そんなことを考えていたのだが。おはよう、お母さん。ユリ、おはよう。お父さんはもう仕事に行っちゃったの？うん。朝からあの女の人に会いに行ったのかな。違うよ、今日はお仕事が忙しいんだって。いただきまーす。ユリはすでに知ってしまっているのだ。自分の父が浮気しているということを。まさか友達の家族と一緒にいた遊園地で彼が浮気相手とデートしてるところを見ちゃうなんて。私がもっと早くあの人を問い詰めてれば避けられたかもしれないのに。目撃した日の夜、ユリは泣きながら私に夫のことを報告してきた。その現場に彼はいなかった。彼が帰ってきたのは次の日の朝だったのだ。離婚しなきゃいけないよね。でもその後どうすればいいんだろう。私の収入でも娘を養うことはできるけど。お弁当。それでも夫がいるのといないのとでは生活水準は変化する。養育費を請求するにもどういう風にすればいいのかわからない。誰に相談するべきかな。友達？同僚？こんな時、お父さんやお母さんがいればな。はあ、私の両親は彼との結婚前にどちらも亡くなっている。親戚もおらず、頼れる血縁者は皆無だった。まさか、お母さんを頼るわけにもいかないし、最後まで私たちの結婚に反対してたもんな。いい？ツツジさん。恋人になることと、夫婦になることは重さが全然違う。あなたに。うちの息子と添い遂げる覚悟があるとはとても思えないわ。長い時間かけてようやく許可してもらった結婚なのにな。お母さん。何？お父さん、今日は早く帰ってくるよね。だって今日はお母さんの誕生日だし。ああ、そういえばそうだったね。すっかり忘れていた。ここ最近もう頭がうまく働いていないのだ。そして本人すら覚えていない誕生日を彼が覚えているはずもなく。ユリ、もう寝よう。まだ寝ない。まだお父さん帰ってきてない。お父さんがいなくてもお母さんは嬉しかったよ。ユリが一緒にケーキ食べてくれたもの。わかった。おやすみ。おやすみ。ごめんね、ユリ。お母さんがもっとしっかりしていたら、こんなことには。誰だろう、こんな時間に。もしもし。ああ、ツツジさん、お久しぶりね。え？お母さん、どうして？どうしてって、今日はあなたの誕生日でしょ？それはそうですけど。ユリちゃんから連絡があったのよ。え？ユリから？そうよ。最近あなたが元気ないから、おばあちゃんが励ましてあげてって。そうだったんですか。え？どうしたの、ツツジさん？
お母さん。その時、私の中で緊張の糸が切れてしまった。気づけば、お母さんに全てを話していた。それで、私、それでもユリのために頑張んなきゃって。でも、全然ダメ。そういうことだったのね。元気がないって。ねえ、ツツジさん、大前提として言わせてちょうだい。なんでしょう。あの子が、赤松がそうなってしまったのは、私の責任かもしれない。私の夫もね、浮気症だったのよ。あの子はそれを見て育ったの。私はそれでも、息子にとっては父母が一緒の方がいいと思って、耐えてたわ。それで、結局離婚する前に夫の方が死んだ。病気だったわ。そうだったんですか。だからあの子は浮気に抵抗がないのかもね。子供は親の背中を見て育つから。だからこそ言わせて、ツツジさん。私は、あなたの味方よ。作戦を練りましょう。このままだとあなたもユリちゃんも、ひどく傷ついていくだけよ。お母さん。私があの時、毅然とした態度を取らなかったせいで、あなたたちが苦しむなんて、辛すぎるわ。ごめんなさいね。ツツジさん。お母さん、ありがとうございます。その場合以降、私はお母さんと頻繁に連絡を取るようになった。そして、数週間後。なんだよ、お袋。来るんなら来るって先に言ってくれたらよかったのに。いいじゃない。サプライズよ。なんせ今日は、息子の誕生日だからね。そっか。それならサプライズでもおかしくねえか。あれ？でも、ユリは？ユリは友達と一緒に遊園地に行ったよ。なんだよ。親父より友達く。まあ、年頃の女の子はそんなもんなのかもね。いいじゃない。夜には帰ってくるんだから。その時に一緒に誕生日をお祝いすれば。夜か。夜はちょっと。俺、予定が。浮気相手と会うの？あかねさんだっけ？うん。辻。なんだよ、急に。あかねなんて人知らねえし。隠さなくていいよ、私。もう全部知ってるから。おい、冗談やめろよ。お袋もいるのに。私も知ってるわよ。私が今日この家に来たのはね、あなたの誕生日を祝うためじゃなくて、けじめをつけさせるためなの。けじめ。これ探偵の人に頼んで証拠を押さえてもらったの。離婚届も私の分は記入してある。これにサインして。離婚届？ おい、嘘だろ。たった一回浮気しただけじゃないかよ。一回は一回だけど、もう何ヶ月も続いてるじゃない。なあ、お袋。お袋もなんとか言ってくれよ。ごめんね。は、あなたがそんな風に浮気を軽く考えてしまうようになったのは、母さんが我慢しすぎてたからかもね。でもこのままじゃツツジさんもユリちゃんもかわいそうよ。浮気なんて大したことないだろ。お袋だってそう言ってたじゃないか。そうね、浮気なんて大したことない。気にするほどのことではない。あなたが小さい時からそう言ってたわね。あなたのためと思って私は離婚するのを我慢してたけど、本当は私自身が現実を直視したくなかったの。その結果、誰も幸せにならなかった。ツツジさんたちも私たちのように我慢をすることで不幸になってほしくないの。不幸になるって？離婚した方がかわいそうだろ。ユリに関しては、ユリもあなたの浮気をもう知ってるのよ。あの子ね、今すごくあなたに気を使ってるの。多感な年頃だからすごくショックだったんだと思う。これ以上あの子の辛そうな顔は見たくないの。なあ、嘘だよな。俺たちやり直せるよな。無理よ。普通は浮気ってそういうものだから。ゆりちゃんが知らなければまだ手の打ちようもあったかもしれないけど、ことここに来たらもう無理ね。そんな。ごめんね。私が今のあなたにしてあげられるのは、引導を渡すことぐらいだから。あなたをこんな風にしてしまったのは、私の責任よ。だから私も、責任を取って家から出てくわ。実家を出ろって言うのか？ええ。あの家のお墓にも、私は入れてもらわなくていいから。辻ちゃんとゆりちゃんを自由にしてあげなさい。
それがあなたにできる最大の行いよ。そんな、一回じゃないか、たった一回。たった一回なんて言う人は何度でも繰り返すわ。そのためにツツジさんたちに我慢しろって言うつもりなの？なんで、なんで誕生日にこんな目に遭うんだよ。いいじゃない、誕生日を覚えてもらってただけ。え、あ、ツツジさんはあなたには過ぎた奥さんだったのよ。くそ、ちくしょう。そうして私たちは離婚した。ユリの親権は私に譲られ、今の家も私とユリで住むことになった。あの人は今お母さんが出て行った実家に一人で住んでいるらしい。月々の養育費は払ってくれているが、まだユリとは会わせていない。本人が彼と会うのを嫌がっているためだ。俺が悪かった、反省してる。頼む、ユリに会わせてくれ。ユリよ、こればっかりはユリが自分で決めることだもの。絶対嫌。信頼していた父親の浮気現場を見たトラウマがまだ心にこびりついているのだろう。ユリが父親に向き合えるまで何年かかるかはわからない。それでも最初の頃は暗かったユリだったが、最近では前のような笑顔も見せるようになってきた。というのも、ただいま。あ、おばあちゃん、おかえり。今日はね、私が夕飯のカレー作ったんだよ。あら、すごいじゃない。今日は早かったですね、お母さん。年寄りだから職場のみんなが気を使ってくれてるのよ。今私たちはお母さんと一緒に暮らしている。あの家から出た彼女を私が誘ったのだ。もしお母さんが良ければ一緒に暮らしませんか？え、私が仕事で遅くなってユリが一人で留守番するのも寂しいだろうし、ユリはお母さんのこと大好きだし、私もお母さんと一緒に暮らせたら楽しいかなって。ツツジさん、私でよければお言葉に甘えさせていただくわ。元義母と元嫁と孫娘、不思議な家族構成だがそれなりに仲良くやっている。いただきます。おいしい。ユリちゃんはお料理上手ね。ほんと？じゃあこれからもいっぱいお料理作るね。まあ楽しみだわ。おばあちゃん、おかわりもいっぱいあるからじゃんじゃん食べてね。そんなに大量にはきついかも。ユリってば、大変なことも苦しいこともたくさんあったが。はい、おかわりどうぞ。山盛り。これからもこの幸せが続けばいいと切に願っている。ご視聴いただきありがとうございました。何か幸せになれる最善の選択か、そんなことは誰にもわからないです。しかし今回のように母子ともに辛いと分かっていながら我慢し続けても、いい方向に向かうとは到底思えません。多感な時期のお子さんにとって父親の浮気現場を見てしまうことがどれほどショックなのか、そのことの重大さに気づかない時点でもう分かり合えないでしょうね。何にせよ浮気ダメ絶対です。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。